広下美寺ビジは、福島県郡山市西田町に所在する、総当州の寺院。正式には、鬼生産、広下美ビ寺。二王像が立つ山門や、福島県指定重要文化財、鶴姫の鐘などで知られる。30名が座禅を行える、座禅堂があり、毎月第1、第3土曜日の夕方に三禅会回が行われている、ほか、境内では、仏教講座や、 お笑いライブ等、様々な行事が開催されている。大同年間、田村一族により開かれたと言われている。伝説によると、この地に生まれた、エゾの大将、大田鬼丸は、朝廷から派遣された、坂の上の田村丸との激しい戦の末に破れ、奇襲熊野に逃れた。その後、田村丸が、大田鬼丸の武勇を称え、人々の心を安堵させるためにこの寺を建立したと、 言う。なお、この地の地名、鬼幾多は、大東鬼丸が生まれた地ということから名付けられた。1583年、当時付近を治めた木村勘定主の木村越中守が田村清明により滅ぼされた際、城主一族は川に沈められた。その際、川の主となって、仇をなすと言い残した鶴姫の供養のために沈められ、後に引き上げられた金が、 鶴姫の鐘としてこの寺に伝わる。現在、首領で使用されている鐘は、この鐘を拡大して鋳造したもの。福島県指定重要有形文化財3000回。ありがとうございます。